はい、じゃあ今日使っていくのはこの鶏肉とおしゃれ食べ方のちょっとトマトとおしゃれ食べ方のこのチーズとあとおしゃれ食べ方のこれ、これちなみにこれはもう結構食べてますけど、これ人生初めてのカッテージチーズ。焦げました。